シャザム65点。スーパーヒーローの力を手に入れた家出少年。苦手な DC エクステンデッドユニバースの7作品という目ということで期待はしていませんでしたが、楽しい仕掛けがいっぱいのアクションコメディでございました。ちなみに監督はライトオフのデビッド・ F ・サンドバーグです。2時間19分と長尺なんですけど、スーパーヒーローの力を手に入れてからの能力を使いこなすまでのスポコン展開だったり、力を使いたいけど隠さなきゃいけない、でも自慢したいけど隠さなきゃいけないみたいな、こう幼い葛藤や自分の過去の苦い記憶だったり家族との確執といったサイドストーリーも充実していて、退屈したのは最初の40分ぐらいで、あとはもうずっと楽しく見れました。ただ不満点も結構あって、主人公のキャラが学校にいる時とヒーローになった時とであまりにも違うので結構なノイズになってましたし、ヒーローを撮影した動画があるんですけど、結構それの扱いが雑で全然後半生きてこなかったりと、まあなんといってもあとね、一番大きいところはね、敵キャラですよね。スーパービランのとある設定、ちょっとした弱点みたいな設定があるんですけど、なんでさっきまでそういう設定だったのにこのシーンはその設定じゃねえのみたいな、肝心なところでの敵キャラのルール変更がめちゃくちゃムカついて、だったら最初からそのルールいらねえんじゃねえみたいな、そういうのは感じましたよね。なんかせっかくね、先読みできない展開とかね、楽しい仕掛けがいっぱいあるのに、そこのボスの設定、弱点設定みたいなのはもったいなさすぎるよなっていうのは感じました。まあ、あとね、ヒーローの責任論とかそこら辺もややこしいのはもう完全放棄だし、まあでもね、エンドロールにもワクワク展開ありましたし、 DC エクステンデッドユニバース起死回生のきっかけになるかもしれない面白ヒーロー映画でした。